はい。えっと、第4週の4本目のビデオになりますね。このビデオでは、えっと、教える必要がない知識の例と、2番目のですね、行きたい、ツーリングで行きたい地方の地図を見つけるという、そういうあの、授業の例についてお話をしたいと思います。えっとですね、まず最初にこの、教える必要がない知識というのは、例えばこういうものですね。 えっと、言語を出発点として教える文系シラバスではですね、よくこういうあのテストを見かけますね。しかし、えー、1番や3番のような言葉を本屋で見ることはないので、えー、行動中心アプローチではこれらを見分ける能力を育てる必要はありません。えー、そして、えー、こういう能力を育てる必要がない以上はテストに出す必要もないわけですね。えー、っと、それからですね、地図という言葉の発音も えー、ここでは、えー、教える必要はありません。で、あの、学習者に質問されたらもちろん教えてもいいと思いますけど、えー、でも、あの、目で見て地図の売り場を探すだけでしたら、あの、発音は必要ないので教える必要がないわけですね。で、大切なのは、えー、CDS、キャンドルステートメントに書いてある行動を行うために、えー、その知識が必要かどうかということですね。えー、まあ、ただしですね、本屋の店員さんに質問することも、この CDS に入れている、 えー、そういう場合は、もちろん地図という発音を教える必要がありますね。えー、そうじゃないと店員さんに聞けないからです。えー、それから、えー、学習者の中にはですね、耳で聞かないとその言葉を覚えられないっていう、そういう、えー、学習スタイルを持っている人もいます。えー、その場合は、もちろん地図という発音を教えるのは、えー、とてもいいことだと思いますね。はい、えっ、ー、と、学習者がですね、えー、とても社交的で、 漢字を読む練習よりもて、あの、店員さんに聞いてみた方がいいっていう場合は、えー、ロールプレイなどでそのための練習をするのもいいと思います。えー、ただ、ロールプレイのような会話の授業の例はですね、えー、来週のビデオでご紹介したいと思っています。はい。えっ、ー、と、ではですね、あの、地図を買うことができるっていう CDS を細かく分けた4つの CDS のうちの2番目ですね。2番目のシラバスは、二、えー、番目の CDS は、えっ、ー、と、 ツーリングをする地方の地図を見つけることができるんですね、えーで。ここではですね、東北地方に旅行する予定だとして、えー、事業の例を考えてみたいと思います。えっ、ー、とですね、あの、先週ご紹介した評価の方法をもう一回ご紹介しますけど、えー、こういう地図の表紙の中から、<laughs> ごめんなさい、すいません。えー <laughs> うん 東北っていう文字を見つけることができれば、まあ、もう合格ですよね。実際、本屋さんで、その東北の地図を見つけることができると思います。で、この前のビデオと同じようにですね、こういう日本語と英語がペアになっているものがあったら、どれがその東北にあたる漢字なのかを見つけることっていうのは簡単だと思いますね。で、その後はですね、先ほどと同じように東北の漢字をたくさん え、見せて、指さしてもらうといいと思います。これもそうですね。はい。えー、で、ここまでは全部英語の表記があるので、まあ、わからない人はほとんどいないと思うんですね。えー、で、こちらには英語表記はないんですけど、もうこれまでに10回以上東北っていう漢字を見ていますから、えー、もうここまで来れば英語がなくても見つけられるかもしれません。で、見つけられなければ、あの、先ほどの東北の漢字を見せてから探してもらっても、 比べて探してもらってもいいと思います。で、こちらも同じように指さしてもらいますね。これも同じように指さしてもらいます。はい、こちらも同じですね。はい、で、もう一度テストをお見せしますけど、これがですね、先週準備した、あの、評価方法です。で、ここまでやれば、こうしたいろいろな地図の中から、東北地方の地図を見つけるっていうことは、 えもう難しくないんじゃないかと思いますね。はい。えー、では、この次のビデオでは、えー、地図の値段を知ることができるという、そういう CDS についてどういう授業ができるかを考えてみたいと思います。はい。それでは、このビデオはここまでです。失礼します。